どうもどうもだからいろんな YouTuber のイベントにたまに参加して、どうもに参加して、どうもに勉強しちゃう、YouTube のこと勉強しちゃう、どうも文人でーす。というでね、あとね、昨日はね、なんとこの、なんだ、ここまで来たか、トランジスターっていうね、イベントにね、行ってきました。そしてね、なんとね、そう、旗もらっちゃいました。でね、これ旗、イベント参加してるときはね、こう、わーイエーってなるじゃないですか。で、これ、いや、じゃあ、いいお土産、記念になったから持って帰るぜって持って帰ってきたけど、いや、これ、どうすんの？いや、旗を持って帰ってきたけど、どうすんの？って感じでね、これ、なんて書いてあるのかよくわかんないけど、多分、なんかこの、ね、スーマトランジスターさんがなんか頑張ってる感じ、ここまで来たかーっていう感じでパーンってやってる感じのパーンって旗だと思うんだけど、こいつね、よく考えたら使い道ないじゃんって思ってる人いない？俺はちょっと思ったけど、実はね、使い道をね、どう思うに思いついちゃいました。まずね、これどうやって使うかっつうとね、これね、そう、これがついてることによって逆にね、ここが使い道なくなってる理由が、これが旗がついてることなんだよね。というわけで、こいつをね、まず取ります。取ると、あら不思議、ここでね、ここで穴が開いてるんで、これ穴が開いてるんですね、これ。で、だからね、例えばこういう飲み物。私はね、ちょっとね、潔癖症だからね、あんまりこういうドリンクはね、こうやって口つけて飲みたくないんですよ。口つけてこうやって飲むと、口の中の菌がね、これ付着して中入るじゃないですか。で、全部飲み切っちゃえばいいけど、俺の場合はちょっとずつちょっとずつ何時間もかけて飲む派だからね。そうするとこうだんだんこのちょっとこう口の中について菌がこの中に入ったやつが繁殖して不潔になるじゃないですかね。だからそういう飲み物はちょっと飲みたくないなって時は、そう、さっきのね、この旗の布の部分を取った棒の部分、こいつをね、ここに差し込んでね、すごい勢いで飲むとね、すごい勢いで入ってるから、すごい勢いじゃなく飲むといいよね。っていう風に飲めます。そうすればこうやっての飲むじゃん。そうすると俺潔癖症だから口つけなくて飲めるしね。こうやって蓋して取っといても、そう、菌は一切入ってない。俺の口の中の菌が入ってないから、これはいつでもね、またこうね、菌が繁殖して不潔にならない状態なわけじゃないですか。で、しかもこれね、いや、やっぱ旗にしていいなと思っても、やっぱりこれ旗に、これやっぱり旗に戻せるんですよね。どうやってやるかすると、いや、これこうやってやればまた旗になるわけじゃないですか。これで、ウェーイウェーイってできる、このね、というわけでね、皆さんもね、こういう旗もらったけど、いや、旗以外にちょっと使い道ねえなと思ったらね、ぜひね、ペットボトルのね、このね、中身をね、この棒の部分を使って清潔にどうもにね、飲んでみたらいかがでしょうか。というわけでね、ちょっとプラスチック味がするね。というわけでね、この動画はね、あとこれは一人でこのストローで全部ね、飲み切るんでね、今から全部、この動画はこれぐらいにしたいと思います。というわけでね、なんだ、清潔感満載の、俺の動画でした。それでは、君のハート、君のハート、ピシャー！それでは、